どうもお疲れ様です。今回はですね、石川県で起きた地震関連で、まあ非常にね、まあ寂しいなというかね、まあなんでこんなことになっちゃったんだろうと、昔からあったんだろうかっていうふうな、まあお話になるんですけども、今日は2つお伝えしましょうか。一つはですね、万博ですね。あの大阪万博っていうのがもう1年余り先に控えてるわけなんですけども、こちらの方の建設作業が全然間に合ってなくて、まあこのままではね、形を作ることができないというところで、時間外労働規制を一時的に外して、それに携わる労働者などをね集めようとしているらしいですけども、ここにですね、急速に復興させなくてはいけない石川県を中心とした地震が起きて、いや私ね、 YouTube などで災害現場を見たんですけども、いや本当に空襲が起きたかのように、焼け野原ですよ。街がね壊滅していて、倒壊した家々など、商店街一つが潰れたところもね見させていただいて、いやここは早く復興しないとなぁとやっぱ思うわけじゃないですか。そこで大晦日を暮らしていた人がいたわけですよ。でお正月明けましておめでとうってやったその午後にこういうことが起きてるわけですからね。それは正月はみんな、まあ、気も緩んでますし、別に地震への警戒なんて普段からそんなにねしてないわけですから、特にしてないでしょう。まあ、それが人の心理というものですけども、まあ、こういうことがあるわけですよね。だから一刻も早く現場を復旧させないといけないときに、さあ果たしてね、その震災がこれほどひどい被害を出してるのに、万博に予算回してる場合かと思ってるんですよ。万博に予算やお金を回してる場合かと、人とかね、そういったリソースを回してる場合かと思うんですよね。これ復興に関しましては、もう1年とか2年では済まないと思いますんで、やっぱり相当な計画になると思うんですよ。で直ちに1兆円だの10兆円だの言われている大阪万博なんてやめてしまってね、大阪万博を作るエネルギーで、これ石川県の、そしてその周辺地区ですね、新潟も群馬もだそうなんですけども、正確なことは私もまだ全然つかめてないんですけども、とにかくこの災害復旧に一刻も早くそのリソースを向けてほしいなと思います。岸田総理記者会見やってましたけども、なんか半笑いっていうかね、いつものように何なんだろうなと、お前がやったのかと思いますよね。しめしめざまを見るぐらい思ってるのかなと思っちゃいますよね。まあそれは非常に悪い偏見ですけどね。それが二つ目なんですけども、火事場泥棒ってのがやっぱりあるんですよ。で最近の火事場泥棒はコンビニの ATM を襲うそうですね。重機で入っていってダンプに積んで、でどっかに持ち去ると、その後でゆっくりと現金を取り出すっていう形らしいんですよ。それからやっぱりね、普通の一般家庭の中でもやっぱり木の実木のままで避難していらっしゃる方も多いと思いますけども、そういったところに行って金目のものを取ってくる、もしくは現金を取るとかね、クレジットカード、キャッシュカードなども置きっぱなしのものを取っていって、まだ慌てて右往左往している人を尻目に、そういった窃盗団っていうのがね、もう組織されて現場に行って災害復旧のふりをして現場から去って、で別の土地で落ち着いて、まあ、いろいろと悪さをするみたいなことらしいんですけどね、まあ、こういうことがあったりとか、やっぱりこう家を失っている方に対して仮設住宅の案内しますよっていうふうに誘導して、そこでね、まあ女性を中心としてこう被害に遭わせるみたいなこともあると聞いてますんでね、まあ、なんでこんな国になっちゃったのかなと。一つは思いやりをね置き去りにするぐらい貧しくなっちゃったっていうところがあると思うんですよ。30年間不況で、しかもこれは仕組まれた不況だと思うんですよね。30年前にバブル崩壊っていうのも、結局今分かったのはやる必要のなかった金融引き締めをやったりとかね、それから貸剥がしをやってみたりとか、債務超過の会社を倒産させてハゲタカファンドに安く売ったりとかね、でそれが未だに尾を引いてて、ロスジェネ世代も結局は放置されたまま30年、当時の20代の若者も今もうね老後を迎える50代ですよ。でその間一個もいいことなかった。でこういった災害の中で一発やったろうかみたいな、そんな人が生まれてしまうのも、もう、ね、よくはないんですけども、まあ仕方がないっていう、ね、言葉が出そうですよ、これは。だからこういう時こそ、助けてあげなくちゃなっていうふうに、
なれるような精神力をね、普段から養っておく。そのためにはやっぱり自分の暮らしがそこそこ恵まれてないとダメですよ。何もかも奪われて、ロストジェネレーションっていう形でね、30年過ごした人が、災害にかこつけて何かをするっていうのも、これもね、なんかあり得ることだなと思いますよ。うん、だからこのカジマ泥棒ってのは、そのやむにやまれず、そうする人とかね、まあもちろん被害に遭われた方にとってはそんなことをね、許せない問題にはなりますけども、でもこういった有事の際にも、穏やかな心を失わないように、こう、統治していくのが、この国を滑る人の役割じゃないかなと思いますけども、結局ね、勝ち組だとか負け組だとかっていう色分けをして、そして優遇措置は特定の身内だけに、で分断を生んでるところにね、まあ、この地震っていう天災ですけども、それに付随する人災が起きる、そんなね、下地ができてしまったんじゃないかなと思います。うん、だからね、災害が起きてる時に、本来ならば動ける人が動いて動けない人を手助けするっていう美しい姿がこの国だったと思うんですよ。で昔ね、火消しってものがありましたよね。もう、江戸の火消しみたいなのね、ちょっと噂に聞く話ですけども、まあ今は当然火消しっていうのはいませんよ。でもその精神的な遺産っていうのは日本人に引き継がれてるんじゃないかなと思います。こうやってね、恵みの大悟じゃないですけどもね、こう傘みたいなのぐるぐる回しながら、あれは何をやってんだろうかと思いますけども、うん。まあでもあれって民間の作業なんですよね、実は。公共事業じゃなくて。民間の人が自分の仕事や、それから、その他のことをかなぐり捨てて、災害がこれ以上広がらないようにっていうふうに、まさに助け合ったわけですよ。うん。だからあの時代ってのは、行政がきっちりと機能しすぎて、民間の力が行政を上回っていたんですよね。つまりそのぐらい安心で安全な統治をしていたから、何かあったら俺が周りを助けないとっていうふうな人ばかりで溢れていたんですよ。それが一言で言うと思いやりだったんじゃないかなと思うんですよね。今全く逆で、人が何かね、痛い目にあったら、しめしめと思ってみたりとかね、そこに火事場泥棒で行ってみたりとか、うん、しまいにはね、人の幸せとか成功を妬む人がね、SNS 中心にドーンと出てきたりとか、まあ書き込みだけとは言っても、ツイッターでね、人を貶める発言をしたりとか、私みたいなね、YouTube 上げてると嫌なコメントをわざわざ書いてみたりとかね。うん。もっとこういうのも火事場泥棒の一つだと思いますよ。やっぱ何か、人が何かやってる時に、励ましたり癒したり、そうするんではなくてね、なるべくこいつが気持ちを削ぐようなことを書いてやろうっていうふうなことをね、その頭を使ってわざわざ人を貶めることを一生懸命やる人がいるっていうのも、これも火事場泥棒かなと思ってしまいます。まあでもね、本当に地震が起きた時にハッと気がつくことっての多いですね。でも気がつくだけじゃダメなんですよ。今、現地にいらっしゃる方は、大小騒がれね、とんでもない一年の幕開けになったなと。国や行政からの保証はあるのかなと。自分たちは今年どんな人生になってしまうんだろうか。春には子供や孫を学校に行かせることはできるだろうかとかね。まあ不安は尽きないですよね。はい。で、ちょっとおまけなんですけども、片方で、こうやって地震が起きてる時にね、ハッピーニューイヤーでバカ騒ぎしてる奴らがいるみたいなことを、なんかあげつらってなんかしてる人もいますけども、いや、それはもう仕方がないんじゃないかなと。うん。で、これどんな時でもそうなんですけども、大きな災害が起きた時によく笑っていられるねとかありますけども、確かに個人個人でそういうね、あ、こんな時には、俺たちだけ浮かれちゃいけないなっていう気持ちを持つのは大事ですけども、人を指さしてお前は浮かれんじゃねえっていうのはちょっと違うと思うんですよ。まあ、というのが、こんな時でも誰かがね、経済活動して、お金をブンブン回して、で、何かを生産して、で、それが巡り巡って、災害復旧の、一つになるんだと思うんですよ。そう考えるしかないかなと思いますよ。じゃあね、1月1日に、浮かれパーティー、バカ騒ぎをやめたからといって、被災地が救われるかって言ったらそうではないと思うんですよ。うん、やっぱりそういった人が集まって何か楽しんでるときに、あ、これは本当ありがたいことだなと。ちょっとみんな現地の人に黙祷でもしようかとか、なんか義援金でも集めようかっていうふうな
流れにしていただけるようにね、まあ願うことはできるんじゃないかなと思うんですよ。まあ集まってバカっぱなししてんじゃねえ、じゃないんだと思うんですよ。うん。相変わらず1月1日、2日、3日は正月番組やってると思いますけども、うん、でもそこにはやっぱり経済活動があってね、その経済活動の一部が復興支援になるっていうふうに考えた方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。うん、はい。じゃあ、今回は以上のようにしておきましょうか。あ、最後になりましたけども、舞姫大学の特別講義でございました。本年もよろしくお願いします。